皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。よく言われることですが、私たちは罪を犯さなくなったから救われるのではなく、救われたから罪を犯さないように生きようとするのです。この順序を間違えると、私たちにはキリストの奥義がわからなくなります。罪の中に死んでいたようなものを、神は一方的な恵みと憐れみによって、キリストの十字架を通して救ってくださいました。この奥義は神の恵みの賜物です。賜物をいただいた私たちは、その賜物をどのように生かすのでしょうか。今日は8月5日。聖書箇所は、エペソ人への手紙3章1節から13節。タイトルはキリストの奥義を知らせることが使命です。今日も御言葉に耳を傾けてまいりましょう。エペソ人への手紙3章1節から13節。こういうわけで、あなた方異邦人のために、キリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた、神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は、今は御霊によって、キリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には、今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音により、キリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで、一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに、よよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから、私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。私たち日本人は謙虚な人が多いと思われています。自分を低くすることが美徳とされています。それが行き過ぎると自虐的と
言われるようにもなります。お笑いタレントなどはまさにその行き過ぎた姿です。自分をバカにすること、自分を卑下することが彼らの使命として演じなければならないことであります。その自虐的なお笑いタレントを見て多くの人が笑っているというのも、そう考えるとですね、日本人が本当に謙虚な人なんだろうかとちょっと考えたくもなります。パウロは自分自身のことを全ての生徒のうちで一番小さな私と呼んでいました。私たちもパウロに倣って自分自身のことを小さなしもべと呼ぶことがあります。謙遜になって、私は小さいものですから、私は何もできないものですから、私は弱いものですからと言ったりします。謙遜だと思うでしょうか。こう言われたらどうでしょう。私は小さいものですからと言った後に、そうですねとそのまま答えられたら、私は何もできないものですから、そうですね、カチンとくると思いませんか。そうですね、そうなんですね、そう受け答えできるでしょうか。自分は謙遜のつもりで言ったのですが、本当は謙遜であることが美徳である日本において、自分を小さなものだということで徳の高い人だと思われたい、認めてもらいたいという裏返しではないでしょうか。パウロは8節9節でこう言いました。すべての生徒のうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに世々に隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。パウロはどうだったのでしょうか。すべての生徒のうちで一番小さいものと言った後で、そうですねと言われたら腹を立てたでしょうか。おそらくそんな腹を立てることはなかったと思います。きっとパウロはこう答えたでしょう。そうなんです、こんな小さな私なのです。ですが神はこんな私に大いなる福音を委ねられたのです。神の奥義を委ねられたのです。しかもこの大いなる福音と神の奥義とは、このような小さなものが教会を通して明らかにすることなのです。だから私はそんな教会にも使えるものです。つまり小さなしもべだけれども大きな働きを誇りとしています。小さなしもべとして教会に仕えることを喜びとしています。何を低くし何を高くするのかをよく知っていて、その高くするものに誇りを持っているからこそ、自分が低くされることに何のためらいもありませんし、偽りもないのです。私たちが自分を低くするとき、それはただ自分を低くすることを目的としています。あるいは低く見せることで高く見ていただこうとしているだけです。教会で何もできないのですと言って何もしないことが目的になっていないでしょうか。あるいは何もできないのですということで何かを任されたときに、何もできないものが任されたということで自分を高く見せることが目的になっていないでしょうか。だからそうですねと言われたときに腹を立てるのではないでしょうか。しかし自分を低くして何を高くするのかを知っていれば、
認めていれば、そうはならないのです。私は何もできません、キリストが私を通してしてくださいますと、あなたには言うことができるでしょうか。キリストが高くされることを知っていれば、腹を立てることもないのです。私は小さなものですが、私を動かしているキリストは偉大なお方です。そのことを認めていれば、腹を立てることはないのです。目的をちゃんと理解しているからです。あなたは小さなしもべですか？そう言われることに腹を立てていませんか？結局大切なことは何でしょうか。それは目的を知っているか、目的を認めているかということです。何のためにあなたは神の救いの恵みをいただいたのでしょうか。罪深いものであったのに救われたのは、あなたを小さくするという目的ではなく、あなたを救ってくださった神の偉大な御業を告げ知らせるためであったということを知り、認めるためだったのです。どうか謙遜を履き違えないでください。謙遜のための謙遜は謙遜ではなく傲慢です。主を誇るための謙遜こそが真実の謙遜なのです。お祈りしましょう。小さなものに目を留めてくださり、愛してくださった創造主なる神様、どうかあなただけが崇められますように。私の一切のものはあなたの栄光のためにあります。小さなしもべをそのあなたの目的のためにお持ちください。教会を通して主の栄光が表せられますように。福音を述べ伝える働きが小さなしもべを通しても推し進められますように、あなたが力づけてください。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.